ローラン・シマンは、ベルギーへの州ファルシェンヌ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは、センターバックおよび右サイドバック。地元の様々なクラブの下部組織を渡り歩いた後、2004年に、シャルル・ロワイス・シーの下部組織から、同クラブのトップチームへ昇格し、ジャッキー・マダイセン監督のもとで、プロデビューを飾った。昇格してから、すぐさま才能を見せつけ、 クラブの希望と認識されていたが、そのような状況下にあった2005年7月9日の UEFA インターとトカップのタンペレユナイテッド戦後に大麻の陽性反応が出たため、半年の出場停止が言い渡された。出場停止明け後もまたい戦監督のもとで定期的に起用され、2006から07シーズン終了時にはベルギー代表に初招集されるほどに順調であり、 フィリップ・バンデバーレ新監督のもとでも同様だった。しかし、2007年12月にティエリシケ監督が就任すると途中出場が増え、またセンターバックから右サイドバックへと起用されていった。かつて指導を受けたマタイセン監督の誘いにより、2008年6月14日にブライアン・プリスケの後釜としてクラブブルフヘと3年契約を締結する。 ブルッヘでは、なかなかチームに馴染めずに何度か試合中に失態を見せたことから、2008から09シーズン終了後に、就任したアドリー・コスター新監督の構想外となり、2009年8月21日に、同僚のブレヒト・カポント・グレン・ベルバウヘーデと共に、同一部のキロボルト・コルトレークへ2009から10シーズン終了まで貸し出されることとなった。コルトレークでは、 ジョルジュ・レイケンス監督の下で、ブルッヘ時代とは一転して好調なプレーを見せ、多くの出場機会を得て、満足なシーズンを送った。しかし、シーズン終了後にブルッヘに復帰するも、チームは、死満を止めることを望まなかったため、2010年6月16日に、マルコスカ・カモザットと交換のような形で、スタンダール・リエージュと4年契約を締結した。スタンダールでは、 加入してすぐさま右サイドバックやセンターバックで安定した守備を見せて活躍をし決勝戦に出場することはなかったが自身初タイトルとなる国内カップを獲得したその後も守備陣の主軸としてプレーし2013年9月13日に契約を2017年まで延長した2015年1月22日自閉症を患う 娘の治療のためメジャーリーグサッカーのモントリオールインパクトへ移籍した。2018年8月28日、ディジョン・フコに移籍した。2018年12月27日、トロント FC に移籍した。U-21 代表としては、UEFAU-21 欧州選手権2007で、ローガン・バイリー、トーマス・フェルメイレンダと準決勝進出にして、 翌年の北京オリンピック出場権獲得に貢献する。そのままオリンピックの一員に選出されると、準決勝の U-23 ナイジェリア戦に75分から出場し、88分にチーム唯一となる得点を挙げた。続く銅メダルをかけた U-23 ブラジルとの3位決定戦には出場することはなく、チームも0から3で敗退した。 2008年のレネ・バンデレーケン時代には定期的に A 代表に招集されるものの出場機会が訪れなかったが、コルトレーク時代の恩師レーケンス監督が就任すると、2010年5月11日に招集され、5月19日のブルガリアとの親善試合でトビー・アルデルバイレルトに代わって64分から初出場を飾った。 2016年6月5日のノルウェーとの親善試合で代表初得点となる決勝ゴールを挙げたスタンダールリエージュトロント FC。ありがとうございます。